ハヤシライスは薄切り牛肉と玉ねぎをドミグラスソースで煮たものを米飯の上にかけた料理。近畿地方ではハイシライスとも呼ばれる。地域によっては牛肉を豚肉で代用したり、マッシュルームやその他の具材を加えることもある。カレーライスなどと同様に即席の固形ルーや温めて米飯にかけるだけで食べることのできるソースが市販されている。 ハッシュドビーフウィズライスやハッシュド,アンドライスなどといった名前がハッシュライスあるいはハイシライスとなり、それが生まってハヤシライスとなったと言われている。言語学者の梅書き実は1944年の辞書、日本外来語の研究の中で、明治時代によく使われていた古語で、細かく切るという意味を持つ。 は、ヤスという動詞を取り上げ、英語のハッシュドがハッシュやハイシなどとまった上で、は、ヤスとの意味の類推から、林肉などといった語が生まれたことによって、林ライスになったのであろう、と述べている。この傍聴として、1908年発行の海軍割烹術参考書にドライハヤシとして、ハッシュドポテトの調理法が書かれており、当時はハッシュドをハヤシと表記した例が認められる。 なお、英語で、ハッシュといった場合、ハッシュドポテト系の料理を指す場合と、肉汁のスープで煮込む料理を指す場合とがある。ルポライターの渋川優子は、この二つが、明治年間に混同され、最終的に米飯に合う煮込み料理としてのハッシュだけが、林と呼ばれ、普及していったのではないかと述べている。その後、大正年間から昭和年間にかけての料理書では、 ハヤシライスの名称が品質するようになり、ハッシュドビーフの名称は使用されなくなっていったとしている。上野西洋圏のハヤシライス発祥に関しても諸説あり、定かではない。丸善以外にも複数の店がハヤシライスの元祖を名乗っている。ありがとうございます。